チャンネルの時間です。若水です。西です。誠です。本日は誠と名古屋さんにお越しいただいております。ありがとうございます。はい、どうもよろしくお願いいたします。どうもよろしく。芸歴はもうかなり長いので、50年ぐらい。50年なるんだろうな。なんとなくそのギャラいただいてスタートしたことをスタートとすればね、出身はね、生まれは佐賀なんだよ。佐賀。それで高校が福岡で、3年間福岡に、はい、それでこっちへ東京へ。東京大学。大学で高校の時はラグビーで、はい、ラグビーやってた。すんごい強い学校で優勝もしました。ということで俺の自慢はそれだけだよ。いや、そんなことございませんけど。そんなこと。体なんてのはね、そんなに大きい方じゃない。俺なんかもうチームの中じゃ小さいよ。ただもう要するに瞬発力だけだよな。全て何でもそうじゃん。試合時間が1時間2時間あったって、じゃあ1時間2時間ずっとダッシュできるかって、できないだろ。このスピードだけだからさ、要は試合中に大変なことが起きたっていうお聞きしたんですけど。ああ、試合中ね、膝のその関節、靭帯断裂とか半月板損傷とか、いろいろ。試合中に。試合中に、今のラグビーは選手入れ替えはできるけど、俺たちの時代はもう一人負傷退場したらそのままハンデになる。だからまだね、ちょうど前半の終わりぐらいだったから、あと後半も残ってるし、なかなか拮抗してる試合だから、やっぱり引っ込むわけにもいかんし、応急処置をしてね。膝が後ろに曲がっちゃうから、後ろに曲がらないようにさ、駅弁じゃないんだけど、ああいうのの蓋がついてるんだろ、そういうベニヤ板に、はいはいはい、あれを何枚か当てて巻いて、とりあえず後ろに曲がらないようにしてさ、やりました。はい。怖いなと。いや、そういうもんなって。はい。やってる時はね、まあ一瞬痛いけどね、結構やっちゃうもんなんだよ。そのために1年俺たちは練習するじゃない。花園でさ、正月決勝したいって言うんでやるだろ。はい。その決勝だからさ。そこで途中でやめるわけにいかないし、やめたくもないし、1年ずっとその日のためにやってんだから。怪我のためにラグビーの夢はもう終わっちゃったってことですか。まあもうできなくて、そのまま足が、できない足になってる。まあラグビーに関してはさ、一生懸命、これだけ俺は自慢できるんだけど、やったんだよな。でやっぱりそのやり尽くし症候群みたいなさ、やっぱりね、3年間、欲しくて欲しくて狙ってきた全国大会優勝っていうのがやっぱり取れたらね、そこでまあ大学でまたやろうとは思ってたけど、できなくなったから、今度はやっぱりその次は見当たらないんだよな。何かこう熱中するものがさ、まあ、本当にラグビーバカみたいな高校時代を送ってたから、でそこでやっぱりやり尽くし症候群みたいになって、何か探すんだけど、やっぱりまあ熱くなるものがないんだよな。映像っていうか役者はどういった絡みできっかけになるわけですか。それはもうだから就職が決まったんでね、ところがね、就職が決まるとなんとなくね、やっぱり卒業ブルーになるんだよ。もうちょっとなんか自由でいたいなとかさ、まあ、そんな時に行きつけのスナックへプラッと寄ったら、役所やんないのって話になったからさ、いやそんな気はないよって、いやないよじゃなくて、ちょっと来週来ないっちゅうから行って、でそういうスタッフも監督とかプロデューサーがなんか飲んでて、でそこで紹介される。昔はね、はいはい、そうですね、要するに試験を受ける映画会社ってあったでしょ、もう俺たちの時はそれはない、だからそういう機会もなかったしね、それとまあ
飲み屋以外ではそういう関わりがあんまりないからさ、うん、昭和で言えば45、6年からスタートされるんですよね。うん、それがだから幸か不幸か、幸か不幸か、まあ、ラッキーなのかな。まさか、まことさんから幸か不幸俺そんなセリフ多いのできねえよっていうようなのが来るわけじゃない。はい、そう。というのはだって九州弁しか俺は喋れないのに当時は、うん、はい、当然東京に4年間学生でいたんだけど、ずっと九州弁で僕は生活してたからさ、はい、そんないきなりのセリフをって言われても喋ると全部九州弁になるんだと言いながら1971年に、まあ、現代ヤクザ血桜三兄弟という形で中島監督さんの映画でデビューはされておられます、うん、中島監督さんの出会いなんですけど、うん、それはあの菅原文太さんでの流れじゃないかな、うん、菅原文太さんの何かで繋がったんだろうな、はい、うん、セリフ入れるだけじゃそれ違うからな、やっぱり、うん、この台本が何かっていうのを読んだらそこの中で俺は勝手に自分で作って何かをこれをどうするんだっていうと、テレビの番組だったらテレビの画面からそれを出そうということに集中する。それは見えないけどね、あの視聴者には見えないけど、それを俺が自分の中で作ってあの伝えようということに集中する。それだけだよな。芝居をうまく、セリフをうまく喋ろうとかそういうことはあんまり考えない。うん。あ、これはこんなことだと思うなと思ったら、それをどうやって向こうへ出すかってことに集中する。物としては出てこないけどな、うん、何も見えないのだけ、そうですね、うん、そこだけには集中する、うん、ギャーッとなっちゃうっていう芝居に、だから、うん、もうちょっとこう弾けないかなと思うことはよくあって、俺の芝居がさ、うん、日常感っていうのかな、うん、非日常じゃなくてやっぱり日常感のなんかの中に何かこうある、本当はそういうものをやりたいっていうのはあったよな。でもどっちかというと俺もあの俺の芝居が要するに器用な方じゃないから、こうなっちゃう芝居だから、やっぱりどうしてもキャスティングされるものがさ、おまわりだ、刑事だ、うんうん、ヤクザだ、うん、なんかこのなんかこう割とまっすぐみたいなものがキャスティングされやすいんだよな、うんうん、そういうことが多かった正義の味方みたいな、うんうん、そういうのはね、うん、どっかであんまり好きでもなかったんだよ。でもな、やっぱり来たものは何かやんなきゃいけないからさ、それとなあ、うん、男は仕事しないといかんだろ。はい、うん、もちろん。だからやるんだよ、文句言わねえで。やっぱりそういうことを考えると、やっぱり始めた頃ってのは何か知らないけど一生懸命っていうのがね、うん、すごい俗っぽい言葉だけど、俺はこれすごく好きな言葉だからさ、うん、一生懸命、うん、一生懸命っていうのはね、うん、若かったと思うよ、仁義なき戦いなんてな、多分まだ特捜をやってたのかな、ゴレンジャーってのをやって終わったぐらいなのかな、ゴレンジャーの前か、はい、じゃあ人が1年ぐらい前、じゃあそれこそもう本当に若いよ、まだあの25、6、そんなもんだから、はい、うん、一生懸命だと思うよ、はい、だからそれはだから芝居できないんだけど喜んでたもんな、やっぱり、はい、うん、なんだかわけわかんないけど一生懸命やるやっちゃなみたいなさ。うん、そこ転がれって言ったらもう痛そうに転がるしな、うん、殴り合いになると本気になってるしさ、やっぱりそういうのはあの監督好きだったからね、うん、なんか誠さんのことを、うん、なんか山猿、うん、山猿って呼ばれて、九州の山猿って言ったり、
どこで俺が九州の人間って知ったか知らんけど、本当に一生懸命の人すごかったよ。多かったですね。もうあのね、本当にね、もう熱がすぐんで現場も、うん、あんまり右も左も分からないようなやつだから、右も左も分からんでもいいや、まっすぐ行けってみたいなさ、うん、そこだけでやっぱり先輩だろうとなんだろうと、そこで要するに五分に行かないとしょうがないわけだからさ、遠慮する必要ないわけだから、うん、そこはだからそういう時はだからすっげえ楽しかったよな。この人すごいなっていう熱量の人って、例えば川谷さんとか。ああ、もう川谷さんはもう言う必要ないぐらいすごかったよね。言う必要ないですよ、うん。川谷さんとかね、やっぱり年次さんとかね、もうあの福本さんとかね、うん、もうそれは本当にすごかった。あ、もうあの、ピラミアいっぱいいるんだけど、すごい。本当にすごいよ。だから俺はあの頃は一番なんか京都行っても面白かったしな、だからもう酒もよう飲んだしな、もう何でもいいんだよ、セリフ一つもないんだけどなんか楽しくてな、うん、あのね、俺は役者の一番のその要素というか才能ってのはやっぱり芝居が好きだってことだよな、うん、うん、芝居が好きだって人ぐらい才能、役者の才能を勝るものないよ、うん、もうね、好きだとね、何でもできるんだよ。そしていくらでも自分が納得いくまで練習できると思うよ、うん、だから本当にこれやってたら楽しいんですよって、好きですよっていうやつは必ずどこかで誰かが必ず見てる、うん、だからそういう人は本当頑張ってほしい。俺たちみたいな昭和のいい加減なやつが欲しいって、今の子はすごいからね、本当に一生懸命ようやってる。まだまだお話を聞きたいんですけど、まあ、本日はこの辺、はい、ということで、ぜひまた次回お待ちしておりますんで、はい、わかりました、はい、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。